インターネットの利用が普及し、生活が便利になった一方で、ネットを使った犯罪が問題となっています。今回は近年多発するサイバー犯罪について紹介します。令和4年に山口県警察に寄せられたサイバー犯罪に関する相談は4000件を超え、過去最多の件数となりました。相談の中で特に被害が多い詐欺は、偽ショッピングサイトによる詐欺、 ID、パスワードなどのフィッシング詐欺、そしてサポート詐欺です。今回は昨年の被害金額が1000万円を超えるなど、特に注意してほしいサポート詐欺について事例を踏まえながらご説明します。あれ、なんだこれは、ウイルスに感染？どうしよう。なになに？再起動せずに電話ください。困った A さんは、もしもし、急にパソコンに警告画面が出て、こちらに電話してくださいと書いてありました。ウイルス対策サポートダイヤルです。それはウイルス感染ですね。今すぐ遠隔操作でウイルスを取り除くことができますよ。偽のサポートダイヤルの言葉を信じた A さんは、急いでコンビニに行き、支払い方法として指定された電子マネーを購入しました。電子マネーを買ってきました。番号は 3421B です。番号が確認できない？別のカードの番号は？ A さんは巧みな話術に乗せられて、電子マネーを繰り返し購入してカード番号を伝えてしまい、総額で数十万円を騙し取られました。巧妙な手口ですね。サイバー犯罪の被害を防ぐには何が大事ですか？はい、何より大事なのはサイバー犯罪の手口を知っておくことです。山口県警察のホームページでいろいろな詐欺の事例を紹介しています。特に今回紹介したサポート詐欺は、事前に手口を知っていればウイルスに感染したと誤解せず被害を防ぐことができます。インターネットの利用には常にリスクがあることを忘れず、普段から家族や友人とサイバー犯罪の手口や対策などを話し合い、まずは身近な人から被害者を出さないようにみんなで気をつけましょう。年々サイバー犯罪の手口は巧妙になっています。少しでも怪しいと感じたら、迷わず最寄りの警察署、またはサイバー犯罪相談窓口にご連絡ください。